はい、どうも皆さんこんにちは。今回なんですけど、マッスルアップについてレクチャーしていきたいなっていうふうに思います。マッスルアップっていうと懸垂を進化させたバージョンの懸垂の仕方をマッスルアップって言います。これをどうやってやっていくか、もちろん力は必要なんですけど、8割ぐらいコツでできます。ディッピングって皆さんも分かりますよね。これと懸垂できてしまえば、このマッスルアップはできちゃいます。あとはコツです。今日はそのコツとトレーニングの方法についてレクチャーしていけたらなと思います。まず一番最初に大事なのはもちろん懸垂ですよね。しっかりと引く力っていうのがないと上がるところにすら行かないので、懸垂ができない方は懸垂を練習するようにしてください。懸垂ができる方っていうのはバーのグリップの握り方とスイングを使ってどうやって上がっていくのかっていうのを教えていきたいと思います。まず一番最初にスイングを練習するんですけど、スイングを練習するときに何かね、目印を決めてください。バーの垂直の真下に立っていただいて、ここから一歩前に出したところに何か目印、まあ線でも何でもいいです、つけてもらって、そこからこういう感じで前に伸びていく練習をしましょう。これが一番大事です。懸垂ができた方、スイングの練習をして、その前に伸びたところから懸垂をする練習をしてください。基本的には懸垂は胸を張って行うものなんですけど、マッスルアップで胸を張って行うと一生上がるようになりませんから、胸は開かずに懸垂を行うようにしてください。懸垂の場合はバーを下から真下から上に引きつける運動なんですけど、マッスルアップの場合は胸を引き上げます。懸垂はどちらかというと下から上の一直線なんですけど、マッスルアップと蹴上がりは放物線をね描いて上がっていきます。はい、次に握り方について教えていきます。握り方なんですけど、通常の懸垂をする場合はそのままバーに垂直に従って握りますよね。でも、マッスルアップをする場合はバーを深く握ります。なんでかというと、ここから上がりたいわけですから、この握り方だとどうしても手首が返らないですよね。なんでせっかく上まで来ても手首が押していると、そこから上に上がれないんですよ。手首を巻いて手首の向きを上にしてください。手首が上に向いた状態で、頑張ってやってみましょう。手首が上に向いてると、ここから上がってきた時にこんな感じでここまでは上がれますから、それを意識してやってください。はい、今教えた2つのポイント、スイングをしっかりするっていうところと、手首をしっかり深く握ってやるっていうところが一番重要なポイントだと思います。で、次にトレーニングの方法なんですけど、まずは懸垂をしてください。マッスルアップ1回したければ5回、3回から5回したければ懸垂大体10回は楽ちんにできなきゃ、無理だと思います。なんでまず懸垂ができない方はしっかり自分で懸垂ができるところまで頑張ってみてください。次に懸垂ができた方、ディッピングですね。先ほど言ったんですけど、ディッピング頑張ってみましょう。これも10回、懸垂10回、ディッピング10回をまず目標に頑張っていきましょう。懸垂とこのディッピングができた方っていうのはもうあとはコツですから、先ほどレクチャーしたみたいにバーの真下の位置から自分が一歩前に進んだ距離に目印を置いてもらって、そこに向かってつま先を伸ばしに行くスイングの練習をしてください。だんだんねコツがつかめてくると、勢いと自分が上がるタイミングが合ってきて、多分上がれるかなっていう感覚になると思います。そこまで頑張ってみましょう。最後は手首をこのようにかませてもらって、巻きつけてその懸垂の練習をします。はじめはここからこういう感じでこう力づくでね上がる形になってしまうと思うんですけど、まあ、そこから始めていただいてもいいかなっていうふうに思います。もうすでに懸垂とディッピングが余裕にできるっていう方は、あとはコツさえつかむだけなんで、まあすぐできるかなと思うんですけど、懸垂ディッピングどちらもできない方はまあ少し時間がかかるんですけど、やっていれば絶対にできますから、頑張って僕とやっていきましょう。それではね、今回はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。チャンネル登録してね。